前回ヘルダリンの前半をやりました。で、ズゼッテという女性と出会って、そして、まあ、別れたというところですね。で、彼が孤高の道というかを歩まざるを得なかったという実情をねお話をしました。で、今回はその続きになります。その後のヘルダリンについて、説明をしたいと思います。ちょっとこちらを見てください。はい、ソフォクレスのオイディプス王とアンティゴネの両編の役にそれぞれつけられた仲介はですね、ヘルダーリンのギリシャ悲劇観を徹底して説いた力編であると。で、この中に、その仲介の中に神の不真実という、恐ろしい言葉が出てくると。で、これが、まあ、大きなヒントになるわけですね。で、神の不真実に向き合って英雄として滅びていくのがソフォクレスの悲劇の主人公であるという、これがヘルダリンのこの悲劇の解釈になるわけですよね。で、神の不真実とは何か、簡単に言えば高みに引き上げた上で詩人を打ったアポロの行為がそれであると。しかも英雄はそれに打たれつつなお英雄であることを貫くのであると。このことを力説する根底には、人類の歴史において神的なものとの交渉は必死のものであるという詩人の認識があると。それによって歴史は更新しつつ進展していくのであるということですね。で、ここの最後の部分はこれはこの通りですね。この世界で文明にしてもどんなものにしても、神々との交渉というかその関係というかな、関連、神々が、そのある種の力をその人間に下ろさない限り、あるいはその霊的に合体をするというか合一するとかっていうような形ですね。例えばよくサッカーなんかでゴールキーパーがすごいプレーをするとゴールキーパーに出して神が降りたのかみたいないいことをね言うんですね、アナウンサーが、神がかるとかね、神が降りたとかっていう、ああいう言葉がやっぱりあるんですよね。で、それはやっぱりかなり本質をやっぱりついてると思うんですね。この世界でやっぱりとんでもない天才的なプレーをする選手もいれば、剣豪というのもいるわけだし、詩人もいるし、音楽家もいるし、で、まあ、ダンサーもいるわけですね。バレリーナなんかもいるわけ で、そういう歴史を変える、で、大きくその分野を発展させる、あるいは切り開いていくっていうような、そういう人間の背後には必ずと言ってくれ神々がついていて、で、霊道をしていたり、あるいはその人に合体をしてですね、踊るとかねっていうようなことが起こります。その人を器に使うんですね。人間を器に使って、やるということが本当にあるわけですね。で、ヘルダーリンの認識というのは当然そういうことを認識しているわけで、神々と人間との交渉をなくして、人類の歴史というものはですね、ありえないという正しい理解をヘルダーリンはしているわけですね。ただその器になるためにはそれなりの才能を開花させないといけない、それから何よりもその、神々を、ね、嫌っているとか恐れているとかっていうような人にですね、神が近づいて器に使うということはありえませんので、そういう心の浄化というのが不可欠であるということですよね。同じ波長のものが霊道される人間と霊道する神っていうのは基本的には波長としては同じなんですよね。同じ傾向性を持っているということなんですね。ですからおそらくそういうことも含めてヘルダーリンは理解をしていたろうと思います。で、ヘルダーリンの認識としては、自分は神に導かれて高みにね登って数々の奇跡的な詩を書くことができたわけですけど、最後にアポロがですね、嫉妬によって自分を滅ぼしてしまったという、そういう認識をヘルダーリンはしたのであろうと思います。で、これは多分ヘルダーリン の認識の誤りなんですね。そうではないんですけど、彼はそう考えざるを得なかったっていうことですね。